元 AKB48 のメンバーで不動のセンターとも言われていた前田敦子さん。 AKB を卒業した後は女優として活動すると同時に、プライベートでは結婚や出産、そして離婚も経験しました。出産後は必死にダイエットに励んだこともあり、 AKB 時代から今までいつの前田さんを思い出しても太っているイメージがありません。アイドルは痩せすぎな人も多いですが、前田さんは痩せすぎということもなく、どちらかというと健康的なイメージもありました。とはいえ間違いなく痩せている部類に入る前田さんですが、実は AKB 時代からファンの間では大食いとして有名だったのです。今回は前田敦子さんが大食いだとわかるエピソードをご紹介します。調べれば調べるほど驚異の胃袋を持っていることがわかりました。大食いバラエティ初出演。2020年11月、大食いバラエティ番組満腹ダービーに前田敦子さんがゲスト出演しました。満腹ダービーは複数のチームに分かれて大食いにチャレンジし、最終的に一番食べた量の少ないチームのリーダーが全チーム分の食事代を支払うというもの。毎回自腹額が驚異の金額なのも見どころです。この番組にゲスト出演した前田さん、大食いバラエティに出るのは初めてでしたが、ずっと大食いをしてみたかったとのこと。結果出演者も驚くほどの爆食ぶりを披露。共演したお笑いコンビかまいたちの2人も、今後大食い番組に呼ばれると思う、ギャル曽根が震え上がると前田さんのことを大絶賛していました。ギャル曽根さんといえば、大食い番組などで何度もその爆食ぶりを披露している大食いタレントを代表する人物です。 AKB 時代からファンの間では大食いだと言われていましたが、改めてその驚異の胃袋がお茶の間で話題になりました。超豪華な朝食。前田さんの特別なファンというわけではなかった人は、満腹ダービーでの食べっぷりに驚いたことでしょう。しかしアイドル時代からずっと彼女のことを応援している人にとっては、前田さんの大食いは周知の事実なのです。それを象徴するのが、彼女が AKB に在籍していた時にブログにアップしていた豪華な朝食の写真です。アスリートが食べるようなラインナップとなっている彼女の朝食は次のようなものです。一汁五菜プラス白米の豪華な朝食。メインは豚肉のソテー、大きな丼のトムヤンクンと大皿に盛られた野菜炒め、大きなバターを乗せた5段重ねのホットケーキ、おびただしい数の小鉢が並んだまるで旅館の朝食のような朝食。品数が多いだけでなく、量やボリュームも相当なものです。若い男性でもなかなか食べきれる量ではないのではないでしょうか。 AKB 時代、彼女の家に泊まりに行った名優である高橋みなみさんもその量に驚いたことを語っています。前田さん曰く、一人暮らしをするのが遅かったこともあり、朝食はいつも母親に任せきりだったそうです。毎日これほどの量の朝食を作り続けたお母さんもすごいですね。そして毎日残さず食べ続けた前田さんもすごいです。もしかすると AKB に入る前から朝いつもこれくらいの量を食べていたのかもしれません。大食いエピソード。前田さんの関係者から出ている彼女の大食いエピソードをいくつかご紹介していきます。まず台湾に行った時のこと。なんと中華料理のコースを3人前食べていたそうです。中華料理というと1人前でも十分満腹になれる量だと思いますが、若い女性がそれを3人前とはすごいですね。それから AKB 時代には楽屋で6弁を4個も食べていたそうです。楽屋に用意してある6弁というと普通は人数分1人1個のような気がします。 AKB48 は女性アイドルグループということで、体型を気にしてあえてロケ弁には手をつけなかったメンバーもいたのかもしれません。しかしそれでもお弁当を4個食べたら、後で体に起こるむくりが怖くなってしまうでしょう。それでもアイドル時代から現代に至るまで彼女が目に見えて太ったと話題になったというのは聞いたことがないので、本当に前田さんの体は不思議ですね。極めつけにはドラマなどで食べるシーンがあった時のこと。そのシーンの間だけ食べて OK をもらった後にもかかわらず、そのまま撮影に使った食べ物を食べ続けていたそうです。本当に食べることが好きなようですね。味音痴。前田さんが大食いなのは分かりましたが、一方で味音痴を疑う声も上がっているようです。これは
何にでも酢をかけると語ったことから囁かれるようになりました。刺身や寿司、さらには味噌汁など何にでも前田さんはお酢をかけて食べます。 AKB 時代、酢をかけるとカロリーが半減するという思い込みから始まったそうです。 AKB 時代はたくさん食べたい衝動があったものの、アイドルという職業柄食事量をセーブしなくてはならないこともあったのでしょう。ロケ弁を4個も食べていた前田さんですが、取ってはいけないというプレッシャーから酢をかけるようになったのかもしれません。 AKB48 に在籍していた時は不動のセンターとも言われた彼女は、大食いという意外な一面を持っていました。しっかり食べるからこそ健康的な表情で仕事ができるのだと思います。プライベートではいろいろあった前田さんですが、今後は大食い部門でも活躍が期待できそうです。前田敦子さんの新たな門出、新たな活躍に期待したいですね。